早速なんですが、お二人の夏休みの思い出って何かありますか？清田選手どうでしょう？夏休みはですね、はい、思い出、思い出、はい。まあ小学校の頃はやっぱり宿題が最後に溜まっていて、はい、最後に溜めちゃうタイプですか？はい、はい、なるほど。で、まあお母さんに早くやりなさいと怒られた思い出がありますね。怒られた思い出、はい、なるほど。荻野選手はちなみに宿題はどうでしたか？僕も最後に残すタイプでした。あ、最後に残すタイプ、はい、お二人とも、はい、ちなみに今日お集まりのちびっこのみんなは宿題終わってますか？終わってる人、終わってませんね、これ終わってませんね。終わってません。あら、じゃあお二人はやっぱり宿題の思い出がちょっと強いかなと。そうですね、いうところですか。あとは毎日遊びに行った、はい、やっぱりあの野球やってるとなかなか夏休みもそんなにこうどこかにお出かけしたりっていうことはなかったですか？まあ僕は少年野球やってたんで、はい、まあ夏休みはなんか夏の合宿っていうので多分行ってたと思うんですけど、ちょっと昔のことすぎて覚えてないんですけど。そうなんですね。はい、荻野選手はどうでしょうか？僕も多分ほとんどが野球やったと思うんですけど、はい、合間に昆虫捕りに行ったりとか、昆虫捕りに行ったりとか、山に芝刈りに行ったりとか、芝刈りに行ったりとか。芝は買ってないですけど、はいはい、昆虫を借りに行ってましたね。そうなんですね。じゃあ結構やんちゃに過ごしていたということですかね。はい、清田選手は少年時代はどんな少年だったんですか？まあ家にいるよりかは外にすぐ遊びに行くような、あまり家でじーっとしてるのが苦手だったので、はい、まあ帰ってきたらすぐ遊びに行ったりとか。はい、じゃあお二人ともアクティブな、そうですね、感じですかね。はい、落ち着きないタイプかもしれないです。落ち着きないタイプ、はい、なるほど。ではですね、ここで次の質問に参りたいと思うんですが、続いてはちょっとフリップを使ってお答えいただくコーナーにしたいと思います。プロ野球選手はもちろんシーズンの関係上夏休みというのはなかなかね取れないと思うんですけれども、もし夏休みがあったとしたら、あのお二人非常に仲良しと聞いてるんですけれども、清田選手は荻野選手と夏休みを過ごすとしたら、荻野選手は清田選手と夏休みを過ごすとしたらどんな風に過ごしたいですかというのを。夏休みですこれは。あのなかなかね実現はあのシーズンの関係でできないとは思うんですが、もしお二人でまとまったお休みを過ごすことができるとしたら何をしたいですかというのを、はい、ちょっとフリップに書いていただきたいんですけども、よろしいですか？ではお願いします。どこで何をするとね、ちょっと書いていただければと思います。LINE だけはね変わっちゃいます。実際お二人はよくお二人で出かけたりっていうのはあるんですか？どうでしょう？いや、まあ、はい、ご飯ぐらいです。ほぼないです。ほぼないんですか？でもあの普通の日はないです、ほとんど。そうですか、はい、でもね、あの同じとして同期ということで、じゃあちょっと回答を書いていただけましたか？はい、ではお二人ご一緒にお願いします。せーの、ドン。はい、ということでまず清田選手はハワイに行って遊ぶ。やっぱりハワイ、はい、これじゃないの？はい、次じゃあちょっと荻野選手の回答、海岸デートハートがついております。ちょっとこれ海岸デート、荻野選手どんなプランでいきましょう？まあやっぱり、はい、夕暮れ時に、夕暮れ時に、まあ、はい、はい、やめろっと。夕暮れ時に、まあ海岸2人でゆっくり歩きたいかなという。あ、入るっていうよりはもう歩く。あ、まあ入んないですね、やっぱり、はい、なるほどなるほど。こう海を眺めて、まあ、足ぐらいですかね。足光ってこうね追いかけっこしたりとかしないですか？気持ち悪いし、気持ち悪いし。失礼しました。ちなみに清田選手はハワイでも楽しく海で遊ぶという感じですか？そうですね、はい、まあ、夏ですし、夏ですし、まあはい、ハワイあったかいですし、はい、なかなかちょっとシーズン中はね難しいと思いますが、はい、まあ、あの今年優勝してオフシーズンにハワイで海岸デートっていうのはどうですか？いいですね。ね、いいですよね。ハワイで海岸デート優勝して、もうこれはもう荻野選手のデートプランにお任せいただけますか、清田選手？はい、あ、任せていただいて、あ、じゃあ考えておいていただいて、はい、よろしくお願いします。皆さんオフに実現することを願って応援よろしくお願いします。さあ、ということでちょっとお時間ね、あの短いんですけれども、続いての、お話ちょっといきたいんですが、
先ほどもちょっと会場のみんなにお話を聞きましたが、宿題なかなか終わってないよということでしたが、何かこうもう間もなくね、2学期っていうのかな、学校が始まりますけど、ちびっ子のみんなにアドバイスをいただきたいなと思うんですが、お二人とも宿題あんまりやってなかったタイプということなので、じゃあちょっと質問を変えて、野球選手になりたいっていうお友達はいますか？あんまりないのかな。あれ寂しいですね。どうした？なんかじゃあ、例えば野球選手じゃなくっても、お二人はね、この野球選手になるという夢を叶えられたお二人だと思うんですが、将来ね、自分のなりたいものになるためには、ちびっ子のみんなどんなことを頑張ったらいいでしょうかね。清田選手どうですか？そうですね、はい、まあやっぱりそのなりたいことを目標に、はい、まあ嫌なこともあると思うんですけど、はい、その嫌なことも乗り越えて、嫌だと思うんじゃなくて、それも楽しいと思えるようにやってもらえれば、おのずとなるかなと思います。嫌なことも楽しみながら頑張ってほしいということです、はい、みんな聞いた？ OK、 頑張ってね。じゃあ今度は荻野選手どうでしょうか？はい、まあ、僕、まあ、ちっちゃい頃から野球選手になりたいと思ってやってたっていうか、まあ、好きでっていうか楽しいなと思ってやってたんで、まあ、今は何をやるにしろ、まあ、好きなことを精一杯やってほしいなと思います。はい、まずは好きなことをね、一生懸命やるというのが大事なんですね。ありがとうございます。ではですね、ちょっとお時間になってしまいましたので、最後はですね、お集まりいただいたマリーンズファンの皆さんにメッセージをいただいてよろしいですか？では清田選手からお願いします。はい、雨の中ありがとうございます。これから試合があると思うんですが、雨なので皆さん風邪ひかないように応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では荻野選手もお願いします。そうです、まあ、一緒になるんですけども、今日はこういう天気で、何かと大変だと思いますが、まあ、僕たちも頑張りますんで、熱い声援を、これからシーズン終わるまでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで本日、マリンフェスタ特別賞受賞は、清田育宏選手、そして、荻野貴司選手にご登場いただきました。ありがとうございました。